犬くぐ、クグまたは、くぐは、乾燥したところに生えるカヤツリグサ属の植物。傘のように広がるツトとブラシ状の穂が特徴。シュロガヤツリを小さくしたようにも見える。ただしコボの構造は、やや特殊。犬くぐサイプレスシペロドオ,オカンツは、単子用植物、カヤツリグサかカヤツリグサ属の多年草。丈夫な草である。全体に、緑から黄緑で強いツヤがある。 茎の地下部は卵形に膨らんで根茎となっており、明るい褐色の鞘に包まれる。根茎は地上部が枯れても数年にわたって残る。従って地下では小さな株ならば数個の根茎が樹つ繋ぎになって葉のある根茎につながっており、大きい株ではそれがさらに枝分かれをして大きな塊になり、あちこちから葉を出している。根茎の先端からは少数の茎を束にして出す。 根室用は幅3から6ミリメートル、線形だがあまり長くなく、外側に反る。円は少しざらつく。家形が成長した後も根室用はしっかり残っている。家形は8から10月に出る。ほぼ直立するか、やや斜めに出て、高さは30から80センチメートル。断面は一応三角形ではあるが、それぞれの面は丸みを帯び、角は 特に角張ってはいなくて表面は滑らかになっている。その先端に単一の果樹が厚く。果樹の下には洋上の包容があり、それらは果樹より長く、長さはバラバラだが、いずれも斜め上に出てまっすぐ伸び、全体として果樹を受ける受け皿のようになる。その様子はややまばらながら、白がや釣りに少し似ている。なお、肩の円も少しざらつく。果樹は、 コボのつくしが5から15本に集まった構造で、それぞれの枝には、コボが周囲に一面について、その様子は瓶洗いのブラシに似る。若い時は、コボは軸に斜めに出るが、成熟すると開けでする傾向がある。それらの枝はやや伸びてコボのつく部分の長さは1.5から3センチメートル、それに数センチメートルの柄があることもあり、密集して登場に近くなることもある。コボは、 線形で、長さ4から5ミリメートル、全体に緑色か、多少黄色みを帯びる。断面はほぼ円形で、輪辺はそれに巻きつくようにつく。小鼻は1から2個のみを含む。果実は長大炎上線形で、長さ2ミリメートル。中等は3個。こぼの基部には、関節があり、この巣とここで折れてこぼ全体が脱落する。その結果、家系の先端には、 紅葉とその内側に棒だけになった軸が残る。なかなかにわびしい景色である。過剰の拡大、黒っぽい丸いのは丸亀虫定地の乾燥した草地に生える。畑の周辺や乾燥した道路脇などにもよく見られる。あまり都会では見られず、農村地帯から山際に多い。本州南部から四国、九州、琉球列島に散する。本州では、 関東地方南部、近畿地方南部と中国地方でのみ知られる。国外では、朝鮮南部、台湾、中国からインドネシア、インド、アフリカにわたって分布する。コボがその基部で折れる性質は、一般のカや釣り草族属にはない特徴である。そのため、これを犬くぐ属マリスカスとすることもあった。同様の性質を持つ者に、姫メくぐがあるが、 中東が2個であることで異なる。また金貝や釣りは関節がコボの基部だけでなく小鼻の間にもあり、コボはバラバラに折れる。金縁なものは日本本土には他にない。ただしお肉苦しいジョベネカスが一部で気化して発見された記録がある。琉球列島などには金縁の微刀く苦しいコンクタスや台湾苦しいサイプリネスが知られている。利用される話は聞かない。 雑草に類するものではあるが、あまり広がらず、繁茂することもない。ただし地下茎があり、草全体がしっかりしているので抜くのは大変である。この種が生えているところは乾燥していて、往々にして、土質も硬くて、なお困難に拍車をかける。ありがとうございます。